ギターはポケットカバーにお絞りいただきませんポケットお願いいたします。これより中にご案内となりますが、ここからは一切のリタイアができなくなっております。皆様格好を決めて一緒に進んでいきましょう。それではこれより出発です。足元の段差を気をつけて、どんなところでも大丈夫です。こちらのスロープ登らないところでご注目お願いします。当日皆様はとある登山ツアーにお越しいただいたお客様方です。途中まで山順調に登っていましたが、どうやら雲行きが怪しくなってきたようです。山を登っていると激しい雨に襲われてしまいました。この雨ではツアーを続けるわけにはいかないので、どこかで雨宿りをしたいと思います。雷もひどくなっています。避難場所を探さないと。いや、あそこに見えるのは山小屋でしょうか。あの広さだったら皆さんで雨宿りができそうです。中は見えますかね。明かりがついています。誰かいるんでしょうか。すいません、誰かいらっしゃいませんか。私たち雨宿りがしたいんですけど、中座ってもらえませんか。しかし悠長なことも言ってられませんね。雨ひどくなってきました。この雨まずいことになりそうなので、ひとまず中はお借りしてしまいたいと思います。足元にお気をつけて、どうぞお好きなお席までお進みください。じゃあ2名様横並びになりますようお願いします。2名様横並びになりますようお願いします。ご協力ありがとうございます。では足元にお気をつけて、いらっしゃいませ。今火をおつけしますので、椅子に座って出してください。しけっちゃってますね。ちょっと机の上にマッチないですか？
大丈夫ですか？危ないからもういいです。うちの旦那が来るまで火は我慢してください。この雨いつやむんですかね。警視庁は目撃者の証言から現場より逃走した容疑者を全国に指名手配しました。容疑者は身長およそ2メートル以上、がっしりとした体格で顔をマスクのようなもので覆っていたということです。嵐が収まるまでここにいた方がいいですよ。獲物が来てます。よく見なさらもうお前に言おう。頼む、助けてくれ。助けてくれ。見てろ、お前らもこの炎で。どいつの頭から叩き割るか。動くなよ。動くなっつったろ。お前の頭からか。お前の頭にぶち込むか。それとも一番最後のお前か。やっぱりお前だ。死ねよ。突入！もう大丈夫です。